はい、どうもこんにちは、ニオレです。お世話になっております。まあじゃあ早速今回紹介するのがこちらです。あ、カメラマン紹介やし、何これ、ハリマル？カメラマンがハリマルさんです。いやいや、ハチマル。二つボケがある。はい。はいじゃなく、ハチマルですから。いやいやいや、それ相乗りみたいになってるし。え、何横見せてんの？一カメしかないから。いや、ダメだよ。今日は早く帰りたいって言ってるのに。囚人が刑務所入るときのやつ。あれか、うん。はい、カメラマン今日お願いします。あ、お願いします。今回やるのがですね、以前紹介したブラナウンコクワガタ、一度失踪した。ああ、はい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 。失踪劇を経て、ようやく、ブリードできるような状態になったので、餌を食べ始めて、まあ、1週間ぐらいしたんですかね、うん、まあ、小型種なんで1週間ぐらいでいいかなと思って、それからまあ5日間ぐらい同居させてたんですけど、今日見たらメイトガードしてる感じが見れたので、ちょっとブリードを作っていきます。ちなみにこんな感じです。しっかりメイトガードしてるんですけど、されてる。はい、ちょっとね、メスとオスが本当同じぐらいのサイズなんで、もう似てるよね、どっちも女の子。もしかしたらメスの方がでっかいのかなぐらい。おー、多分両方32とかだったんですけど、30アップペアですね、両方30ミリ以上ですっていう。じゃあこれちょっと産卵セット組んでいきます。はい、今日使うのがアルティメットミカカブクワさんの、瓦材です。おー、よく聞く名前ですね、そのアルティメットなんとか。まあ有名店舗ですからね、南米の種類をってなったらミカカブクワさんかなと。水のぐらい有名なの。アシックスぐらい。いや、スポーツでよかった、はい、合ってたんだね。アシックスぐらい。アシックス、あ、いいね、はい、これちなみに見えるか、まあ、ドンケールコクワガタっていう一番でっかいくなるコクワガタとか、あとはドルクス族だから大クワガタとか、あ、はい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 、そこら辺に効果的な材で、これを本当は僕、そう、多分11月ぐらいに買ったやつなんですよ。もう半年5ヶ月ぐらい経ってて、うん、本当は使う予定で買ったんですけど、そのドンキエールコクワガタに、はい、ただその産卵しなくなっちゃったんで、まず余った材ですね、うん、言ったら余った材をずっと放置しちゃってたんで、うんうん、これ、まあもう本当スカスカなんですよ。あ、触った感じで分かるんですけど、ほっとくともやっぱそのやっぱダメになるんですけど、1本1000円ですから。木にでしょ。はい、木に1000円。ケースはもういつも通りのクリアスライダー。クリアスライダーで、まあ土は今回はこの爆散くん、あ、2人映ってる爆散くんと、DDA さんのモンスターマットっていう、あ、聞いたことある、それも、はい、まあ、幼虫にも使えるっていういい感じのマットを混ぜたやつがこれ残ってるんで、これ使います。で、まあ水苔最後上に敷いてって感じでやっていくんで、はい、それではじゃあこれちょっとこれ使ってやっ、ちょっと待ってください。あれ、やばい、なになに、え、通り過ぎちゃったかもしれない。通り過ぎちゃった、なんか通り過ぎなかったですか今。え、目の前小林とかじゃないの。ゴールデンウィーク通り過ぎましたよね。いや、今この瞬間じゃないよ、やっちゃったな、ポリポリじゃないって。いや、ちょっと何言ってんの。いや、でもまあ通り過ぎたとしても、はい、僕はこれを使ってやっていきます。全然まとまってないし。準備できましたので、はい、いつも通りこれ開けて、こうだ、ぬるぬるしてるんですよ。いや、気持ち悪い。触ってください。やだやだやだ、なんで、やだよ。いやいや、クワガタ飼育しないのこれ触るメリットないよ。本当に本当に。いやです。ああ、でもほら、え、思ったよりじゃないですか。いやいや、嫌でしょ、液体がつく。いや、もうなんか、なんか泡みたいに吹いてる、泡吹いてるってこいつ、キモ、なにこれ、スカスカ、いやだ、なんで、いやだ、本当に水分がもう入りきちゃってます。気持ち悪いな、きたな、気持ち悪いな。クワガタはやっぱちょっとこれがあるからな。いや、普通はないですよ。まあ正直ナラ材とかでもいいの、しっかりやれば大丈夫だと思うんで、ドンキエールも全部、うわ、断面がやっぱちょっと、これどうだ、あ、でも、あ、やっぱボロボロですね、うん、ほら、あ、本当だ、ちょっと厳しいかな、もっと近く寄せますね。すごい、スカスカすぎるか、ちょっとブヨブヨだな、これは無理かな、うわ、ちょっと難しいかもしれない。これは分かります、分かる、煮込みすぎた肉みたいな感じでね、ちょっと、ああ、そう、もうゴムみたいになってるみたいな。うわ、これはダメだな。いや、でもこっちもだな、同じぐらい無理か、そっか、柔らかすぎるとダメなのか。はい、すごい、なんかキノコだもん、もう完全に。うん、いや、もう最初からそう思ってたよ、キノコの柔らかさ。おお、
ちょっと触って。いやでも触らせるなんだろう。触ってください。いや触らせるのやめよ、本当に。いやいやでも本当に普通のキノコだよ。嫌でしょ、キノコ触りたいと思わないもん。まずキノコ、え、キノコより柔らか。タケノコ、いやいや、タケノコ硬いから。カズノコ、カズノコはお正月のあれ。サエコ、サエコはダルビッシュさんのあれ。サダコ、サダコはテレビから出るあれ。やめろ、もういいって。ちょっとコケコッコ、コケコッコって朝のあれ。いやいや朝泣くさ、あ、そう、朝泣くあれっていう。ちょっとこれは厳しいですね、うん、ちょっとこれはやめにしようかな。潰してこうやったら産んでくれないかな。ああ、そっか、凝縮して硬くするという、はい、でもこれで産んでくれたらすごくないですか。うん、産んでほしいな。こんなになりました。あ、確かにビフォーアフターでそんな。こっちもやっちゃおうかな。でも、あ、こっちの方がしっかりしてるわ。ああ、じゃあそっちを使った方がいいのかな。はい、持ってきました。霊視剤ですね。これは霊視剤。はい、この霊視剤まだ買ったかったんで、ちょっと黄金鬼とかに使う予定だったやつをちょっと放置してたやつですね。おー、まあ自分もほとんどやったことないんですけど、黄金鬼とか。はい、最近突然急にやってるだけで、やっぱ硬いやつ潜りにくいんで、うん、硬いやつはちょっとなんか日を置いてというか放置して、金が、金っていうかこの材自体が柔らかくなってから使った方が多分いいと思います。めちゃくちゃ難しいね。そう、加減どっちもダメなんだ。硬すぎても、そう、柔らかすぎても。なんかね、基本的に2本入ってるうちの1本はもちもち硬いイメージありますね、個人的に。はい、これいつも同様、ね、お子さんは、ね、大人と一緒にこういうのやってください。結構危ないんでね。大人でも危ないんじゃない。うん、力もいるんで。黄金鬼の場合はその転がしておいて中に埋ませていくんで、うん、できるだけ木の水分が飛んでいかないように皮を残した状態で産卵セットするんですけど、北和の場合は、うん、まあ、土の中に埋めるので。ああ、そうか。こう埋みやすいようにやっぱ薄皮までしっかり剥いた方がいいと思います、僕個人的には。うーん、種類によってほんとまちまちだよね。そうですね、材の硬さとかね。うん、やっぱ大川は結構硬くても産むけどとかありますからね。あ、はい、お、人によってはここのこのなんていうんですか、うん、多分ね、こっから金を入れてるんですけど、うん、この穴から。あ、それってその穴なの。多分なんかそう、ずっと気になっていたんだよね。その椎茸とかの栽培とかもここからなんか金を入れて、うん、キノコ繁殖させるとか言うんで、多分そういうことだと思うんですけど、これもこう取り出す人もいます。おお、あ、ほんと意外とスッと取れるね。はい、じゃあこの3つ入れていきます。硬い霊視剤、普通じゃ使えないぐらい柔らかくなりすぎちゃった瓦材を人工的に硬くしたものと思う。これも違うよね。かわして、2000年前のおしぼりですね。古いし、使ってたんだ2000年前も。ちゃんとこれに産んでたらすごいですけどね。そうだな。これ詰めていきます。おお。もうこっからは基本と一緒ですよ。基本と一緒。あー、小型の基本です。はい、じゃあこれをこれ入れよう。で、転がらない程度。あー、そうか。待って、まあ、そんな片詰めしなくても多分、うん、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、ブラナンコクは別にマット産みしないタイプだと思うんで、正直材が固定されればいいと思います。あ、こんな感じで。ああ、そこ上に置いたんだ、はい、伝説のおしぼりも。あ、さっきの使うつもりで言ってんだ、はい、その材がさ、ラージのクリアスライダーと結構大きさ一緒なのはもうあえてそうしてくれてるの。あー、どうなんですかね、一般的に、まあ、虫かごに入りやすいようにだとは思いますけど ね、 すごいね。一応サイズで分かれてたりもするんですけど、一般的にはこのサイズですね。このサイズだから横にも縦にも置けるようにとかはあるかもしれないですね。あー、すごいね、考えられてるね。そうですね。
般的に多分14センチぐらいですね。14の金曜日13でしょ、それ。あ、宮崎はそうなの。ちょ、それやめてもらっていいですか。そう、宮崎はそうなのシリーズ。普段も言いますけど違います。時差があるとかそういうのじゃない。時差ないです。大丈夫、1日1秒たりとも。宮崎の方が1秒早いんじゃないですか。それはおかしいでしょ。これで最後水苔を、まあ転倒防止となんとなく湿度調整のためですね。ああ、そうか、それそのために入れる。はい。あ、ゼリーを。容量悪いな、ここの。あ、お、上手。あ、見たことあります？その映画。え？やっぱサメってあれのせいで怖い。上手、あ、いや上手か、うん、はい、見たことありますって、そういうことか。上手、怖いね。あの映画のせいでやっぱサメって本当に怖いイメージですもんね。実際あれってそこまで人食わないって言うよね。別にオス殺しもないし、別に2メス抱えてるとかいうわけでもないんで、両方も入れちゃいます。はい、じゃあこれでたくさん産んでくれよと、あ、願いを込めて、はい、これで完成です。おお、まあ、最後ラベルを貼って1ヶ月半ぐらいですかね、1ヶ月半ぐらいしたら、うん、まあ、もう一回木取り出してか別の産卵セット作って、うん、もう一回産ませようかなと思ってますけど。おお、はい、でもあのしぼんだやつに産んだらすごいよね。テンション上がりますね。見守りブランドあれになりますよ。いやいや、使わなくなった瓦材を引き取りさせていただきます。なんで、まあ八重山しかなんだかんだで僕はそのドンキエルコクワ以外やったことないんで、うん、正直不安ではあるんですけど、まあ産んでくれたらいいなと思います。はい、そんな感じで本当になんかブリードをその今年増種しまくってるんで。あ、近年稀に見る見守り歴で最大なんで、過去最大。ああ、見守り君歴でね、1年間の増収率が。ああ、そう、確かいろいろ見てるもんな。はい、これもうダメですよ。こんな取れないじゃダメですか。本当に、まあでも、まあ、YouTube 始めたのもあって、うん、めちゃくちゃ張り切っていろんな種類やらせてもらってるんで、万が一いろんな種類ブリード失敗したとしても僕のことは嫌いになっても、クワカブの部屋のことは嫌いにならないと思います。はい、ということで、そのまあこれ2ヶ月後ぐらいにもう一回多分割り出しとかの動画も上げると思いますので、その時はまたよろしくお願いいたします。ということで本日の動画は以上です。ありがとうございました。